はいどうもベアゾンフィルムズです、えー、今回はですね映像制作の BGM のお話になります、えっと、映像制作で BGM、まあ、音楽ですねこれって結構まあ大事になってくると思うんですけど、えっと、え動画用の音楽サービスっていうのがありまして、まあ、これ無料も有料もあるんですけどそこ、まあ、でですね、まあ、動画用の音楽をダウンロードして動画で使用するっていう えー、パターンが多いいと思いますでこの場合ですねその音楽サービスに登録されてる音楽っていうのが、まあ、大体時間がね3分とか4分とかっていうまあ普通の、えー、楽曲の、えー、長さなんですよね。反対に動画っていうのが、まあ、映像作品っていうのは普段作ってる PR 動画とかだと1分から2分ぐらいの間で作ることが多いんですね。 でそうした場合にそのね音楽と動画の差っていうのが、まあ、時間の差っていうのがね出てきますよね。でそういう時にじゃあどうやってその差を埋めていくのかっていうことなんですけど、まあ、一番手っ取り早くて多くありそうなのがフェードアウトですね。フェードアウトっていうのはこうだんだん音量が小さくなっていって、まあ、終わるっていう。 ね、そういうまあ手法なんですけどまあこれ編集ソフトで簡単にまあできちゃうのでそういう手法をやってる方も多いんじゃないかなと思いますで僕はそれがあんまり好きじゃなくてなんかねちょっと取ってつけたようななんか中途半端な感じでえー、まあそこで終わるのかみたいなそういうなんか中途半端な感じになるのも事実です、えー、そこでですね、えー、オーディションという Adobe のソフトなんですけどそのソフトを使えばとその動画の長さに合わせて曲をリミックスすることができるので今回はねそのやり方をやっていきたいと思いますはい、えー、こちらが Adobe のオーディションの画面になります今これ開いてすぐの画面なんですけど ここの左上のですね、マルチトラックというところを押します。そうすると、えー、新規マルチトラックセッションというのが出てきて、えーまあ、これでね、えーまあ、セッション名とか、ね、決めて、まあ、OK を押しますで。そうするとですね、まあ、こういう感じでトラックが、えー、できてきます。で、このトラックにですね、えー ダウンロードした曲をですねこうドラ,ドラッグドロップをしてこう先頭に貼り付けますまあこれは OK で進みますはいでこんな感じで波形がね出てきましたで、えー、ここからですねまあこの左のサイドバーっていうんですかね ここにですすね、えー、プロパティというのがありますでここを選択してでこの下の、ね、リミックスという項目があるのでこのリミックスを有効化っていうねこのボタンがこれを押せるのでこれを押しますそうすると、えー、クリップを分析今してるんですけど、まあ、こんな感じで分析を行ってくれます で、この、まあ、この、えー、トラックがどんな、えー、トラックなのかっていうことを解析してくれて、で、えー、この下のですね、ターゲット・デュレーションっていうところがあります。これがあの、今の時間なんですね。この尺ですね。この曲がどれだけの時間があるのかっていうのを示してます。で、ここを、えーとまあ、変更できるんですね。 例えば1分の動画だとしたら、えー、1分にしてもちょっと前後しちゃうので、まあ、そこはねうまく調節しながらっていう感じになるんですけど今回は58秒ですねこれ、あのー、数字で書いていきます0.58っていうふうに、えー、入力してエンターを押すとで今ねこれ もともとこれ2分ぐらいあった曲なんですけど今、えー、先最後の方に行ってみるとここですねここ1分のとこなんですけどちょうど、えー、ここですねちょうど1分ぐらいになってますこんな感じでですねもともと長い曲をこんな感じでリミックスして短縮してくれるんですよね でまあこれどんな感じなのかちょっと聞いてみましょうか。えー はいこんな感じでですね、えー、見事にこの全く違和感なくこう短縮されてるんですよねでこの波形のところを見てもらうとこういう感じでギザギザの表示があると思いますでこれがですねえー、っとまあつなぎ合わせる作業をしてるんだと思うんですけどここをつな、まあ、ぎましたよっていうね えー、そういう、えー、表示になってます。でうまいことをこの、えっと、ちょうどこの何て言うんですかねこの前後そのつなぎ合わせるところをうまく違和感なくつな、えー、ぎ合わせてくれてもうあ,のあたかも最初から1分なんじゃないかっていうぐらいの完成度で短縮してくれるんですよね。もう時間をリミックスしてくれるという。 そういうい機能になってまますすすこれがねねごくねあの重宝します特にあの PR 動画とかだとやっぱり時間がね、えー、短いですよね1分とか2分とか動画の時間に合わせてこうやってあの時間をね短縮してくれるということで本当にこの機能は便利です。 本当おすすめできますね。こんな簡単ですぐできちゃうので、もうあの、勝手にやってくれるっていう感じなので、こういう機能が欲しかったっていう方は、試してみていただけたらいいかなと思います。で、この Adobe のオーディションはですね、えっと、まあ僕は今、あのクリエイティブクラウドコンプリートプランっていうのに、えー、契約してるんですけど、プレミアプロとかア、アフターエフェクツとかも入ってるプランなんですね。 でそのプランだとあの使えるので、えーまあ、プレミアプロとか使っている方は、まあ、コンプリートにして使ってみてもいいんじゃないかなと思います。であとプレミアプロ使っている方だったらあの、このオーディションとね、連携することができるので非常に便利になっています。まあ、僕はダヴィンチリゾルブという動画編集ソフトを使っているので、えーまあ、その連携はしてないんですけど、これをまあ書き出せば ダビンチの方にデータを持っていけるので全然問題ないかなと思いますということでね今回はこのオーディションのリミックス機能という機能をご紹介させていただきました